ヘルシンキ中央図書館王子は一般にライブラリー王子と呼ばれ2018年12月5日に開設されたフィンランドのヘルシンキにある公共図書館トゥーランティ地区フィンランド音楽センターとヘルシンキ現代美術館の隣にある独立100周年のメインプロジェクトとして国に指定された一般公募1600件以上の候補から選ばれた愛称の 王子はフィンランド語で、昇華の意味。コンセプトは、人々が交流する、リビングルーム。コーヒーを飲みながら、バルコニーから、街の景色を眺めることも可能。ガラスと鉄の構造と木を用いた印象的な外観は、伝統技術と現代建築を組み合わせ、最上階を除いて、建物の外装は全て木材が使用されている。ビジットフィンランドプレスリリース。 PR タイムズ2012年の図書館建設入札の結果、フィンランドの建築会社 ALA アーキテクツと構造設計のラムバルフィンランドが獲得した。図書館3階建てで1階にサウナと映画館を含む計画だった。2015年1月、ヘルシンキ市議会は建築プロジェクトを起動するために758に投票した。 新図書館の推定費用は9800万ユーロで、2017年のフィンランドの独立100周年に関連して、週は3000万ユーロを支払うことに合意した。2016年12月31日、新図書館の名称をフィンランド語で、王子、スウェーデン語で、王ドと発表した。英語の正式名称は、ヘルシンキーセントラルライブラリー王子と、ライブラリー王子、ヘルシンキーの二通りある。 フィンランド音楽センターとヘルシンキ現代美術館の隣にある。2018年12月5日、フィンランド独立記念日の前夜に開館した。ライブラリー王子の3回 ALA パートナーッツ、ジュホグラナム、アンティニュースジョキ、ジャンヌ・テレスワータサミューライ・ウルストン・ウィズニー・クリス、マルバーグ、マイカル・バラ、マリーナ・ディアズ・ガルシア、ジリエ・スコラ、ツザナ・ヒジモンコバ、アンナ・ジュラ、 メテコローズ、アンニーナ・コートマ、マウガジョタ・ミュート・コウスカ、TK ・ジャスティン・ナン、アレクシ・ニー・マリノン、マーリー・ノ・ペリー、レイヤ、オーリ・パー・ベ・ジェーナン、アントン・プラム・ストロラー、アコンクシャ・ロティ、ニーナ・リン・キネン、ポーリナ・ロッシ、ヘイ・キル・オホ、ミカエル・ルッポネン、ミリア・シランパ、ミゲル・シルバ、ペッカ・シベアラ、トム・スティーブンス、タユリキキ・トンスカ、ネアツ・オー・ミネン、ジュッシ・ベオリー・アンド・エリカ・オスター・ランド・ポイリクム、 ラムバルフィンランド、UK、デンマーク、フィンマップアンフランド、シプタイアンフラ。プロジェクタスチーム、インスニャーディトウィミストーラウサーモ、インスニャーディトウィミスタマーククオリアラ、グラバッカン、ビザーチ、アラップ、クラウス・ストールト。ありがとうございます。